こんにちは、こんばんは。アキラックスこと照山アキラです。お待たせしました。お待たせしてないかもしれませんね、かなり間が空いてしまったんですけれども、ダヴィンチリゾルブの17が出て、やっぱりこれは喋りきっておかないとなということで、今日マイクの前に、座っております。このダヴィンチリゾルブ17に関しては、お待たせしました、お待たせしすぎたかもしれませんってセリフがぴったりだと思うんですけれども、今日は自分が特に気になったところ、そのあたりをレビューしながら、まあこれまでもいろんな動画がもう上がっているので、実はいっぱい参考にさせていただきながら、自分がね今ちょっと仕事の方で忙しくて、なかなか生でいじれてないっていうのがあって、ただ今日やっといじれる時間が取れたので、まだ少しなんですけれどもね、おって思う部分がいくつかあったので、今日はダヴィンチリゾルブ17のことをしっかり喋り切っていきたいと思います。最後までお付き合いください。まずはですね、ダヴィンチリゾルブどうですかね、使われている方っていうのは、この喋りきりを聞いていただいている方は比較的使っていることがある方が多いんじゃないかなと思うんですが、まず感じたことは、プレミアプロっていうソフトがあって、はたまたファイナルカット 10X っていうソフトありますよね。あとはアビッドメディアコンポーザーとかエディウスとかそういうソフトもあるんですけれども、自分は Mac ユーザーなので、主にこの2つのプレミアプロとファイナルカットプロ、これを見たときに、ダヴィンチリゾルブっていうのはやっぱり後発のソフトだけあって、この2つのソフトのいいとこ取りをね、うまくやってきてる印象があるんですよね。17は特にそういうふうに感じましたね。まあ自分が気になったところをレビューしながら、なぜそのプレミアとファイナルカットプロのいいとこ取りをしてるかっていうのを説明していきたいんですけれども、自分がまずおって思ったのはフォントプレビューですかね。これまあアドビー系のソフトだったら当たり前のことなんですけれども、今までフォントをこう変更しても画面上のね、テキストのフォントが変更されないっていうか、すぐに見れなかったので、いちいちタイムライン載せてから確認するっていうような作業をしてたんですが、これがフォントを変更した時点でビューアー上のフォントも一緒にこう変わってくれる、プレビューしてくれるので、これはまず大きな進歩ですね。やっとついたかっていう感じの方も多いと思うんですが、あと一つ大きなのはトランジションとエフェクト、これのプレビュー機能がついたっていう部分ですね。これはどちらかというと、ファイナルカットプロ10使ってる方は馴染みがあると思うんですよ。タイムラインにいちいち載せたりとか、エフェクトをかける前にさっとこうマウスでドラッグすると、すぐにプレビューして見せてくれるって機能ですけれども、そうで、ファイナルカットプロ10っていうのはそこら辺すごく充実していて、それがいよいよダヴィンチリゾルブ17でもトランジションやエフェクトの即座プレビューっていうのができるようになって、これはねプレミアとかではできないんですよね。プレミアはいちいちタイムラインに載せたりとかエフェクトかけたりしないと確認できないっていうところが、マウスをねそのエフェクトに合わせてスクラブするだけで、すぐにビューアーの方で、プレビューしてくれるっていう、これはすごく便利だと思います。でこれはテキストのエフェクトも含まれていて、フュージョンテキストみたいなね、あらかじめこう組んであるテキストって、前からダヴィンチリゾルブの方ではいくつかあったんですけれども、それもすぐにプレビューして、あこういうテキストができるんだとかね、それもすぐわかるし、まあファイナルカットプロ10を使ってる人であれば容易に想像できると思うんですけれども、あとプレミアに関してはやっぱりアフターエフェクツとのそのエッセンシャルグラフィックスっていうので AE で作って持ってくるっていうような、それはねそれですごくいい機能なんですが、ただインスタントじゃないんですよね。パッてかけてパッて使うっていうような、まあ、ある程度テンプレートされたものっていうものはファイナルカットプロ10だったらいっぱいついているんですけれども、ダヴィンチリゾルブも実は結構あって、まあいいかどうかは分かんないんですけどね、なんか向こうのアメリカンな感じのものばっかがあって、まあ、ある程度自分でカスタマイズしてった方がいいとは思うんですけれども、それもね簡単にすぐにプレビューして見れるっていうのは大きいですよね。あと一つ歓迎したいのが、タイムライン上で今まで音声ファイルとビデオファイルをこう簡単に同期っていうのが、ね、できなかったんですよ。
メディアプール上で同期させることはできたんですけれども、タイムライン上で簡単にピュッて同期させることが、これはプレミアプロだったら簡単にできたんですよね。タイムライン上で2つ選択して同期ってやれば、音声か TC タイムコードですぐにパッと合わせてくれる。これが今回のダヴィンチリゾルブ17では搭載されています、ね、だから今言っただけでもファイナルカットプロ10とプレミアプロのそれぞれいいところを全部こうね17で反映してるっていうような印象あるでしょ。そうなんですよ。でさらに言うと、今度はプロ機種作成、こちらも今までオプティマイズメディア、いわゆる最適化メディアっていう方法で、まあ、それをね自分なんかは多分プロ機種の代わりに使っていたんですけれども、最適化メディアって何かの拍子でこうなくなっちゃったりとか、あとどこにあるのって、そのねなんかデータベースの階層深くにあって、なんか完全に暗号化されちゃってるんですよね。だから自分らではなかなかその最適化ファイルっていうのを操作しづらい部分があったんですが、今回から完全にプロキシメディアをダヴィンチリゾルブ内で作って、でそのファイルは自分の任意の場所、好きな場所に置いておけるので、そのプロキシメディアを作って、そこにリンクさせてオリジナルメディアとプロキシを切り替えられるっていう、そういうものがつきました。これはどちらかというとプレミアプロに近いと思います。ファイナルカットプロ10はねどっちかというと最適化メディア、ただダヴィンチリゾルブと違ってファイナルカットプロ10の最適化メディアっていうのはちゃんとオプティマイズメディアっていうフォルダに格納されて、その中見れば MOV のねちゃんとしたファイルが並んでいたりとか、すごく分かりやすかったので、ただ自分の任意の場所に置けないんですよねファイナルカットプロ10は。なのでダヴィンチリゾルブの場合は、どっちかというとプレミアのプロ機種編集に近いような仕様で搭載してきたって感じで、でまあ細かいことを言ってしまうと、コンフォームっていう方式が、まあ、以前からあって、それで外部で作ったファイルをプロ機種として読み込んで、そこにリンクさせて最後に編集した後に乗り換えるっていう方法も従来からあったんですけれども、まあ、なかなか初心者の方には敷居が高かったと思うんですよ。コンフォームって何ってね思う方もいらっしゃると思う。そんな中で今回明確にダヴィンチリゾルブ内でプロキシメディアが作れるようになったのは、これは大きな進歩だと思います。まあ、プロキシメディアの話だけで細かいこと言うとこの喋りきり終わっちゃうので、まあ、どんどん次に行きたいと思うんですけれども、あとはプロキシみたいなものとはまた違って、レンダーインプレイスっていうコマンドがタイムライン上でクリップを右クリックすると出てくるようになったんですけれども、これはプレミアプロを使っている人だったら馴染みがあると思うんですけれども、レンダリングして置き換えっていうモードあったじゃないですか。クリップに重い処理を施していてなかなか再生がままならない時に、右クリックでレンダーをして置き換えすると、一回レンダーしてくれたものに対してそれに乗り換えてくれるっていう機能があって、でもう一回右側から確かオリジナルに戻すだったかなにすると元のファイルに戻るっていうような機能がプレミアプロであったと思うんですが、あれと全く同じ機能が今回ダヴィンチリゾルブ17で搭載されていますね。もうプレミアプロのいいとこ取りを本当にしてます17は。さらにプレミアプロユーザーからは不満続出だったタイムラインの高さを変更できるショートカットがないっていうね、それも今回はショートカットというか、シフトを押しながらマウスの中ホイールをくるくるさせるとタイムラインの高さが簡単に任意で変わるようになりました。これはオーディオビデオ両方ともそれぞれできるようになっています。さらにコマンドを押しながらマウスの中ホイールをくるくるすると、今度はタイムラインがこうスクロールしてくれるんですよね。これも個人的に結構便利だなと思っていて、これはノートブック使ってる時は3本指でスクロールさせることができたんですけれども、デスクトップ機だとねできなかったんですよね。それがコマンドを押しながらマウスの中ホイールでくるくるして簡単にタイムラインをスクロールさせていけるっていうのは、これやったことない人はやってみてください。この快適さは結構一回知ってしまうと編集の時にすごく快適だと思います。それとまだまだありますよ。プレミアプロに近づけた機能がこのダヴィンチヌーラルエンジンってやつですね。この中のスマートリフレーム機能、もうこの言葉言っただけで何のことか分かりますよね。
そうです、オートリフレーム機能っていうのがプレミアプロにあったと思うんですよね。いわゆるスクエアにしたりとか縦長の動画にシーケンスをしたりした時に、その対象物が何かっていうのを AI が勝手に判断してくれて勝手にリフレームしてくれるんですよね。だから例えば真ん中に人間がいて、人間が右の方に行っちゃったりしたりすると、ちょうど真ん中にこう持ってくるように勝手にリフレームしてくれるっていうやつですね。これがついてます。だから今エディットページの改善を主に最初紹介してしまったんですけれども、これだけ見てもプレミアプロに引けを取らないというか、うん、同じような機能を搭載してきて、なおかつファイナルカットプロ10のねいい部分、こうトランジションとかエフェクトとかテキストの即座プレビューができるようになってたりとか、その辺のいいとこ取りをしているので、これも多分まあプレミアプロはどうかわからないですけども、ファイナルカットプロ10を使っていてダヴィンチリゾルブに移行してみようかなと思ってる方は、多分ね移行しちゃっていいんじゃないかなって。いやいや、そんなこと言うとアップルに怒られるな。いや、ファイナルカットプロ10はね、それはそれで多分パフォーマンス的な部分もネイティブなソフトなんでいいと思うんですが、まあ並行して使うにしても結構あのファイナルカットプロ10の便利さっていうのが今回のダヴィンチリゾルブ17で入ってきているので、一度ね試してみてもいいと思っています。で、一個ね、ちょっと下せないところがまだあって、唯一ね、プレミアプロの方でいいなと思っているのは、キーフレーム操作なんですよね。プレミアのキーフレームって、まあ、アフターエフェクツのキーフレーム操作に、まあ、似てるっていうのもあるんですけれども、特に、今回、17で期待していたのは、キーフレームのイージーイーズのかけ方。これに期待していたんですが、自分がちょっと、あーって思ってた部分が直ってなかったんですよ。というのは、拡大縮小のキーフレームのイーズは効くんですけれども、位置のキーフレームのイーズがね今まで効かなかったんですよね、16の時に。なのでこうスーって拡大しながら位置をずらしたいっていう時にイージーイーズかけると変な動きになるんですよ。ふんにゃんふんにゃんみたいな。日本には拡大縮小のところだけイーズがかかっていて、位置にはイーズがかかってないので同期しないんですよね。で、それが17で治ってるのかなって思ったら全く治ってなかったので、こればかりは今回もフュージョンに行ってね、そういったことはやってくださいみたいな感じの印象を受けました。ここがちょっとね残念ポイントです。まあどれだけエディットページでキーフレームを操作してる人がいるかはわからないんですが、結構フュージョンに行くっていうのが辛いので、できればねこれくらいはエディットページでできるようになってほしいなと思っているんですよね。プレミアプロとそのダヴィンチリゾルブのエディットページを比較したときに、あと一つ思うのは、ダヴィンチリゾルブのトランジションって全部イーズをかけることができるんですよね。こうコマンドでイーズイン、イーズアウトみたいなのを選べて、プレミアだとできないですよね、それ。まあ、そもそもプレミアのトランジションがあんまり種類がないというか、あそこだけ全く変わってないですよね。なんか時間が止まったような。プレミアのトランジションってどうにかならないのかなみたいな、本当に時間が止まってる感じがするんですけれども、だからプレミアしか使ったことがなくてダヴィンチリゾルブのエディットページでどうなのって思ってる方は17はねかなりいいですよ。でしかもそれトランジションとかもちゃんと緩急つけられるというか、イージングが効くようにすべてのトランジションでできるし、そういう設定ができるし、まあ、エディットっていう意味で言えば、もう、プレミアプロを使う理由は、アフターエフェクツをなしにしたらですけどね、使う理由は僕の中では実はもうないみたいな。ただ、アフターエフェクツの連携があるから、やっぱり、プレミアプロも使わなければならないっていう、もうそういう域に来てしまっております。なので、しばらくは、やっぱり、まあ、プレミアプロとダヴィンチリゾルブ、この二刀流でね、自分はやっていくつもりなんですが、あとはこのフュージョンですよね。アフターエフェクツに対抗するという形で考えると、いや、フュージョンはまだまだ個人的には弱いです。で、今回、フュージョンも大幅な改善があったんですが、まあ、最も大きかったのは、オーディオのプレビューができるようになったっていう。
えって思いますよね。アフターエフェクツ使ってる方は、は?みたいな感じなんですけれども、できなかったんですよ。これまでフュージョンでオーディオのプレビューができないので、オーディオに合わせたエフェクトっていうのがなかなか作れなかったんですが、今回からオーディオのプレビューがつきました。しかもエディットページのマーカー機能がそのままフュージョンでも引き継がれるので、例えば音楽に合わせてマーカーを打って、でまた音楽に合わせてアニメーションを作るとか、そういう作業がいよいよフュージョンでもやりやすくなったというのがあると思います。あともう一個フュージョンで大きいのが、シェイプ機能。アフターエフェクツだと一般的なね、シェイプですよね。あのシェイプ機能がつきました。ただですよ。すごく自分期待して、で、今日まあ初めてシェイプ機能をいろいろ使ってみたんですが、シェイプをそのまま使えないんですよ。S レンダーっていう、いわゆる一つ余分なノードを作んなきゃならなくて、それに紐付けて初めて、レンダリングされて、シェイプが出てくるっていう仕様なので、これはどうなのかなって個人的には思っています。今のところ S レンダーっていうノードを別に何ですかね、設置した意味がわからないっていうか、そのメリットがよくわかってなくて、で、今まではじゃあどうやってたかというと、バックグラウンドノードっていうものにマスク、エリプスとかレクタングルとかマスクを接続して、そのマスクで図形とかを書いていたんですよね。例えばエリプスノードとバックグラウンドノードで、これ2つのノードで構成されるんですけれども、じゃあシェイプ機能がついたからって一つのノードで終わるのかっていうと、そうじゃないんですよ。シェイプノードの後に S レンダーノード、シェイプレンダーノードっていうのを、このやっぱり結局ね、2つのノードが必要になってくるんですね。で、しかも通常のトランスフォームとかっていうのは使えなくて、 S トランスフォームとか、いわゆるトランスフォームっていうのは拡大縮小とか移動とかですね。 S トランスフォームとか、あといろいろあるの、なんか S グリッドだっけな、なんかね、とにかくシェイプ専用のそういったものがあったりして、ちょっとねまだ使い慣れてなくてよく分かってないんですけれども、まあ自分が結局何が言いたかったかっていうと、これバックグラウンドノードにマスクで作ったシェイプと何が違うのっていうか、どこが便利になったのみたいなね、ところがあって、いやいや星が作れるじゃんとかなんかそういう言われる方いるのかもしれないですけど、星みたいな、星作ってどうするのみたいなね、そんな S イラレで作って SVG でね、 LINE で持ってくれば同じことできるし、しかも星ってあんま使わないよなとか、どっちかというとパスでシェイプライン作ったりするから、結局ペイントかマスクのスプラインで作るのみたいな、ちょっとまだ勉強不足で、そこら辺のメリットデメリットっていうのが全く見えてないんですけれども、今のところ個人的には今回新しく搭載されたこのシェイプ機能というのがまだ響いてないです。まあここら辺はメーカーの方はどういうふうに思ってるのかわからないですけども、少しでもアフターエフェクツに近づけられたかな、というかアフターエフェクツのユーザーを取り込めたんじゃないかななんてね、考えてらっしゃるかもしれないんですけども、いやー個人的には全然アフターエフェクツの域に達してないというか、こういうアニメーション機能に関してはまだまだ AE なしでは戦えないっていう印象を持ちました。まあただこのシェイプ機能っていうのはまだ全然自分がいじれてないっていうのもあるので、今度そのあたりを中心に、自分がいつも開催させていただいているフュージョン勉強会でちょっと特集を組んで、そのあたりを皆さんと共有してどういうことができるのかとか、またそのあたりで明確になってくると思うので、また分かることがあったら、このシェイプ機能に関してはいろいろレビュー等もチュートリアル等も含んでね、やってみたいと思っています。ということで結構喋っちゃったかな。じゃあ次はですね、今エディットページとフュージョンページのことを話したんですけれども、次はいよいよ真髄のカラーページなんですけれども、ここもねかなり今回インターフェースから改善されて、まあ大枠の何て言うんですかね、インターフェースは変わってはいないんですけど、デザインが若干変わったりとか、自分が結構便利だなと思ったのは、プライマリーホイールの画面で、今まで色温とかティント、コントラスト、ピポット、
ミッドトーン、ディテールとかね、そのあたりとカラーブースト、シャドウ、ハイライト、サイド、色相、キドミックスっていうのが1と2のタブでこう切り替えるような仕様になったんですけども、あれ地味に使いづらかった、多分皆さんそう思ってらっしゃると思うんですよ。それがあの1画面のところで全部表示されるようになったので、いちいち切り替える必要がなくなったっていうのは、これはね結構自分に響いてます。で、あとは個人的に響いたのはこのカラーワーパーっていう新しい調整ツールがついたんですよね。これはカーブの一個先のところに、ちょうどクオリファイヤーとカーブの間にカラーワーパーっていうのができたんですけれども、これはね結構便利ですよ。これ何って思われてる方もいらっしゃると思うんですけれども、特にスキントーンとか、あと空の色味の調整とかで割とこう直感的に操作できるというか、言葉でね分かりやすく説明すると、カラーホイールと色相バーサスサイドっていうあのカーブあったじゃないですか。色相に対してサイドを上げたり下げたりする、それとカラーホイール、これが融合したっていう言い方が多分最も分かりやすいんじゃないかなと思うんですけれども、でクオリファイヤーとかと同じようにビューアーのところでマウスカーソルを持っていくとスポイトツールみたいになってね、でそこで自分が色を変えたいところをちょん、例えばスキントーンだったら顔のあたりにマウスを持っていってスポイトツールに変化するので、顔の一部をちょんって吸い出すとスキントーンのところがこのカラーワーパーのところで選択されるんですね。でそこのポイントを動かすとスキントーンの色を変えつつサイドを上げたり下げたりできたりとか、これねやってみるとすごく便利です。あとは空の青さとか、そういえば空を結構グレーディングする方って、色もそうなんですけれども輝度も操作したりとかサイドも操作したりする時があると思うんですよね。このあたり直感的にできるんですよね。なので、このねカラーワーパーっていうのは今後自分は結構積極的に使っていくかなって今のところ思ってます。あともう一つは大きなのは HDR カラーホイールっていうのが今回つきましたね。でこれはまあ HDR やってないからあんまり関係ないなって思うじゃないですか。思うんですが、これ特に HDR だけじゃなくてもちろん SDR 普通の色味の時にも使えそうで、じゃあプライマリーホイールと何が違うのかっていうと、プライマリーホイールはリフトガンマゲインっていう3つの領域でしか、色のね操作ができなかったんですけれども、今回この HDR カラーホイールになるとブラック、ダーク、シャドウ、ライト、ハイライト、スペキュラー、グローバル、このね7つのカラーホイールでもう少し細かく色を調整できるようになったんですよね。でさらにプライマリーホイールの場合リフトガンマゲインのなんていうんですかね、その調整できるところっていうのはもう固定されていたんですけれども、 HDR カラーホイールはそれぞれの調整する位置っていうのを変更できるというか、色位置みたいなのを動かせるんですよね。そこら辺の細かい操作が可能で、ログホイールって使われたことありますかね。ログだとハイレンジとシャドウレンジをこう色位置を変更して、どこら辺から変化量をつけるかっていうのを自分の任意の数字で選べたと思うんですけれども、ああいったことが7つのホイールの中で自分で任意でこう設定できるので、例えば、じゃあ全体が0から1024の階調まであったら、0から20ぐらいまでをブラックにして、20から40ぐらいまでをダークにして、40からとかってそういう色位置みたいなのを変えられるんですよね。で、ブラック、ダーク、シャドウ、ライト、ハイライト、スペキュラーっていう風な、この6つの段階で、暗いところから一番明るいところまでを分けているんですけども、スペキュラーってね 3D CG だとよく出てくる言葉なんですけども、つまり一番輝度の高いところ、スペキュラーですね。でそのスペキュラーの手前がハイライトっていう形になっています。これまでのグレーディングだとハイライトっていうのがね一番高い部分だったんですけども、それ以上のスペキュラーっていうね領域が出てきたという、まあこれがなんとなく HDR っていう感じはしますが、特に HDR の素材ではなくてもこのレンジの値を調整しながらうまくこの細かい色調整ができるツールっていう風に、まあ、考えるとこの HDR っていうのもいろいろ使い勝手があるのかなと個人的には思っています。ただまあ今までねカーブとかで細かい調整してきたりもしたので、
まあ、どこまで HDR のホイールを使うかっていうのは正直なところあるんですけれども、まあ、時間があればちょっといろいろ試してみたいなとは思ってます。あとは、パワーウィンドウとかそういった、キー処理に関してはマジックマウスっていうのが今回つきましたね。何かっていうと、まあ、AI を使ったマスキングで、まあ、簡単に言ってしまうと多分ロトスコーピングみたいな感じですかね。例えば人物が真ん中にいて人物だけマスク領域にしたいって時に人物をなぞっていくと簡単に人物のマスクを作ってくれたりとか、まあ、アフターエフェクツにもありますよね。感覚的にはフォトショップの自動選択ツール、自動マスクツールだっけみたいな感じでシュッシュってなぞっていくと AI が勝手に境界線を判断してくれてそこのマスクを作ってくれるっていうような便利機能がつきました。これは多分場面によるかなと思ってるんですが、まあはっきりエッジがわかるような場面だと超絶便利かもしれないですね。いちいち今までパスでこう囲ってやっていたことがまあ 2,3 クリックで終わるみたいなね形になる可能性があるので、これもちょっと時間があったらじっくり使ってみたいと思っています。あと細かいところでカーブのウィンドウを独立したパネルでポンと拡大できるようになりましたね。今までカーブ使うときってちっこい画面の中で一生懸命こうポイント作ってえっちらおっちらやってたじゃないですか。もっとでかい画面でゆったりと繊細にこう操作したいって思われた方いらっしゃると思うんですよ。それが今回拡大してよいしょ。ちょっと今ね、目の前に17があるんでいじりながら喋ってますけれども、拡大してね、そう、任意のサイズにどれだけ広げることもできますね。これ便利ですよ。で、これに関しては、通常の YRGB のカーブ以外に、こう、色相 VS 色相とか、色相 VS サイドとか、そこら辺のカーブもね、全部独立してウィンドウで拡大することができるようになってます。これ便利ですね。あとは個人的には RCM、リゾルブカラーマネジメントの設定がよりシンプルになって整理されたって印象はあるんですけども、ここはね、まだ自分も全然使ってないので、ちょっといろいろ見てみたいなと思っています。RCM はね、なかなかまだ敷居が高いな、今までのダビンチ YRGB でまだグレーディングしてるよって方いらっしゃると思うんですけども、実は RCM って分かってくるとかなりシンプルというか、どの色域からどの色域にグレーディングするのってもう、その橋渡しだけしかないので、今までログとかで撮っていて、じゃあ、S ガマットの色域で撮っていたものを、ラットで709に戻して、もしくは自分でグレーディングで戻して、709の色に吐き出していたみたいな方も、RCM 使うと、もうその色域を選択するだけで、まあ、言ってみれば、ロー現像のように、勝手にその色域に合わせてくれて、そこからグレーディングをスタートできるので、すごく時短になるっていうのはあると思うんですけれども、まあ、ちょっとその仕組みをね、まず理解しておかないと、なかなか、とっつきづらいのかなと思って、で、RCM の画面見ると、なんか、まあ、初めて見るとね、うわっていっぱい設定が出てきて、うわってなるじゃないですか。それが今回ね、かなり設定をシンプルに、最初の設定をシンプルに見えるようになっていて、これは初心者には好感触だなっていう感じがしました。最後に、あとはフェアライトなんですけれども、フェアライトは自分はちょっと音に関しては、まあ疎いというか、あんまり得意じゃないので、具体的にどこが良くなったのかっていうのは、なかなか自分からはお伝えできないんですが、二つほどちょっと気になったのは、アナライズオーディオレベルズっていうね、これ何かっていうと、ラウドネスがどうも一瞬で測れるようになるらしいんですよね。今までラウドネス測るときって、一回頭から再生して、例えば20分ぐらいあるもんだったら、もう20分ずっと我慢しながら、特に YouTube をターゲットにする場合は、マイナス14って言われているので、それから、まあ、マイナス1なのか、プラマイゼロなのかみたいなのをね、毎回自分YouTube に上げるときは計測して、マイナー1ぐらいだからいいやとか思いながらアップしてたりしたんですけども、これがワンクリックでアナライズオーディオレベルズっていうのをやるだけで、いちいち全部再生しなくてもですね、すぐにラウドネスが出るようなんですが、これもね、ちょっとまだ使い方がよくわかってなくて、今後もし使う機会があって分かった場合は何かチュートリアルとか出したいなと思っています。ダビンチリゾルブを使って
YouTube にアップする際のラウドネスみたいなね、そういう内容をもし作れたら作りたいなと思っています。あとは音声の切れ目を勝手に検出して切れ目を入れてくれるって機能がついたらしいんですけども、これはまあ MA 行く人だったらね、よくオペレーターさんが手動でこう音声の無音部分と、あと要するにリップしちゃってる部分を全部こう切っていく作業とかやってるじゃないですか。あれがまあ自動でこう切れ目入れてくれて、ブレスとかリップとかいらないところをポン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 デリートできるみたいな、そういう便利機能がついたみたいで、これはまあ自分は使うかどうかちょっとわからないですけれども、フェアライトで MA やってる方には便利かもしれないですね。というところで、まあざっと喋り切ってきたんですけれども、一番最初に語ったようにプレミアプロとファイナルカットプロ10を今までずっと使ってきて、ダヴィンチリゾルブってどうなのって思っていた方は、17はね、本当にいやらしいくらいにお互いのソフトのいいとこ取りをしているソフトに仕上がってきているので、いやーこれはなんかもうこっちに行っちゃっていいんじゃないかなっていう気もしないでもない。ただまだベータ版なので、これがちゃんと正規版が出て少しバージョンアップしてきた頃に本格移行っていうのがいいかもしれないですね。どうしてもね、ダヴィンチリゾルブは最初のバージョンは安定しないです。よく落ちたりとか、よくわからないバグが出たりとかっていうのがあるので、まあでもそれ言ったらプレミアプロもそうですよね。なのでまあある程度アップデートが出たよっていう頃に17に移行してみるのがいいと思います。最後にですね、自分が今回一番びっくりしたのが、まあ皆さんびっくりされてましたけども、スピードエディターっていう専用のカットページとエディットページで使えるキーボードがね、ブラックマジックデザインから出たんですけども、エディターキーボードっていう、こう巨大なキーボードが一度出てたと思うんですよ、ホイール付きのやつで。あれはさすがにでかくて、自分は触手が伸びなかったんですけれども、今回それの3分の1ぐらいの小ささになって、でしかもホイール付き でしかもね、キーボードがね、これはポスプロにいた方だったら絶対ビクってきてしまうようなデザインなんですよね。もう20代前半の時はまだまだリニア編集でくる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 やってて、パチ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 タイムコードを打ってたタイプなので、あれはね、すごく触手が伸びてしまって、これ、通常で買うと多分ね、4万円ぐらい、3万8000円ぐらいだったかな。それくらいのものが、ダヴィンチリゾルブスタジオを購入すると無料で漏れなくついてきますよ、みたいなね。これ、即ポチですよね。自分も実は即ポチしてしまったんですけれども、ただね、ダヴィンチリゾルブのライセンスはもう4つあるんですよ。アーサーミニプロについてきたダヴィンチリゾルブと、BMPCC4K についてきたダヴィンチリゾルブ。まあ、1ライセンスで2台使えるので、まあ、2ライセンスってことかな。うん、2ライセンスもあるので、じゃあ3ライセンス目買ってどうすんのみたいなね、話なんですけども、実はドングル版を買ったんですよ、今回。で、今までシリアルナンバーの、いわゆるライセンス版だと、例えば出先で使うとかね、そういう時にすごく不便を感じていたので、ドングル版を買っておけば、ドングルさえあればダヴィンチリゾルブがインストールされている環境だったらどこでもできるので、一個ね、ドングル版はちょっと持っておきたいなって前から思ってはいたんですよね。なので今回このスピードエディターがついてくるっていうきっかけに、速攻でシステム5さんで購入させていただきました。今日メールが来てたんですけども、ただまだ新製品なんでいつ送れるかわからないですみたいなね、そういったメールでしたけれども、これはいつ届くのかなと、楽しみに待っております。ということで、今日はダヴィンチリゾルブ17の話を喋り切ってみましたが、いかがだったでしょうか。ちょっと久しぶりになってしまったんですが、最近自分ライブ配信に目覚めたというか、パナソニックの S5 を買ったので、何か違った形で発信できないかなって思った時に、たまたま最近 YouTube ライブの仕事がね、立て続けにあったんですよね。で、その時に全く自分 YouTube ライブってやってきてなかったので、まあ自分がまずやってみて知識を得なきゃいけないなっていうのもあってやり始めたんですよ。でも4、5回やったんですけれども、
このしゃべりきりレディオをね始めたきっかけになったギュイン徳川さんとか遊びに来ていただいてね、本当に結構盛り上がったりもして、嬉しいなと思ったんですけれども、でライブ配信ではダヴィンチリゾルブを使ってデモとかも積極的にやってますので、もしこれをお聞きになっていらっしゃる方でライブ配信にもちょっと興味あるよって思われた方はですね、ぜひぜひツイッターの方で毎回いつの何時にやりますよって発信していますので、よかったら僕のツイッターの方もフォローいただけると嬉しいです。そしてライブ配信の方にも参加いただいてコメントをね残していただけるととても嬉しいです。はい、ということで久々と言いながらもかなり長い喋り気になってしまったので、そろそろ終わりたいと思いますけれども、この番組はビデオグラファーのための耳で聞く情報マガジンを目指して、撮影のノウハウや撮影機材の話、今日みたいな編集ソフトや最近の映像業界事情など分け隔てなく喋りきっていく映像系ネットラジオを目指してやっております。もし初めて聞いていただけた方は、今後こういう映像系の話をたくさんしていきますので、よろしかったらチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではそれではまた次回お会いいたしましょう。